こんにちは、エバトたけしです。今回は、なぜあの人は、そんなものを信じるなんて、あなたは頭が悪いですよ、と言い続けるのか、というテーマでお話ししていきたいと思います。好きな人と意見が合うと嬉しくなります。それは、意見が合うことで、相手とのつながりを感じられるからです。逆に、 嫌いな人と意見が同じだと何か嫌な気持ちになります。嫌いな人とは、この人は傷つけてくるかもしれないから警戒しておかなければいけないと思っている人です。嫌いな人と意見が合うことで、傷つけてくるかもしれない危険な人との距離が縮まったような感じがする。つまり、攻撃されるかもしれないから気をつけなければいけないと緊張するのが嫌な気持ちとして感じられます。 嫌いな人と意見が合うと自分の意見を変えたくなることがあります。この人と同じものを好きなのは嫌だから違うものを好きになろうと考えることがあります。それは相手と違う意見を持つ、つまり相手とのつながりを切ることで傷つけてくるかもしれない人から離れることができるからです。あなたと私は違うからと距離を取ることでこれだけ離れていれば攻撃されることはないだろう。 と安心することができます。寂しさとは繋がっていないという感覚です。好きな人と意見が割れると寂しくなります。それは私たちが考えていることは違うんだと気づくことで相手との繋がりが失われた感じがするからです。そのような寂しさに耐えられないと好きな人を攻撃してしまうことがあります。そんなものを好きになるなんてちょっとおかしいんじゃないの そんなものを好きになるなんて恥ずかしいと思わないのと罪悪感や羞恥心を煽ることがあります。それを好きなあなたがおかしいんですよ。だからそれを好きと思うのをやめなさい。と強制したくなることがあります。そんなの大したことないよ。そんなの全然ダメだよ。と相手が好きなものの価値を下げようとすることがあります。そして、俺と同じものを好きになった方がいいよ。と説得しようとすることがあります。 寂しいという気持ちから逃れるために、相手の好きなものを否定し、大切な人を傷つけてしまうことがあります。寂しさから逃れるために、お前はおかしい人間だ、お前は恥ずかしい人間だ、と批判することで、大事な人を傷つけてしまうことがあります。人はそれぞれ違う存在だから、他人と意見が割れるのは当たり前。それは好きな相手であっても同じことだ。 ということを受け入れていないと寂しさを感じるたびに大事な人を攻撃するようになります。人を愛するとは自分と違う相手を受け入れるということです。人を愛するとは自分と違う感じ方をする相手の自由を認めるということです。人を愛するとはこの人は私とは違う存在なんだ。私はこの人を所有できないんだ。私はこの人と 完璧に繋がることはできないんだという寂しさを受け入れることです。人を愛するとは、おい、俺と同じ人間になれ、俺のものになれ、いつも俺と繋がっていろと強制することではありません。ということで、好きな人と意見が合えば嬉しいし、意見が違った時は寂しさを感じるのは仕方がないことです。相手と自分は完全に繋がることはできないという寂しさは、 受け入れるしかありません。寂しさから逃れたいと必死になって、大切な人を傷つけないように気をつけてほしいと思います。相手は自分と違ってもいい、相手は自分と違う感じ方をしてもいい、相手は自分と違うやり方で幸せになってもいいという自由を認める愛し方をしていきましょう。私は人はそれぞれ違う存在だから、 違う感じ方をするのは当たり前と受け入れています。私は相手と自分は違うという寂しさを受け入れます。私は自分と違う感じ方をする相手を受け入れます。私は自分と違う相手を受け入れるという愛し方をします。 私は寂しさを受け入れる勇気がある自分を誇りに思います。私は好きな人の自由を認めます。私は好きな人が自由に生きていることを喜びます。私は大事な人の幸せを願います。私は大切な人が 自由に生きることを応援します。私は寂しさを受け入れて人を愛すことを選びます。